天才画の女は、松本清聴の長編推理小説。週刊新潮に、近畿のレンガ第3話として連載され、1979年2月、新潮社から単行本として刊行された。後に、電子書籍版画も発売されている。1980年にテレビドラマ化されている。画廊の支配人が、画壇に突如出現した。 天才女性画家の謎を追うミステリー長編。銀座の画廊、草村芸道と光彩道は、ライバル関係にあった。ある日、絵画の目利きとして知られる、銀行社長の寺村その名は、超大化の作品のおまけとして付けられた絵を見て、驚愕し、その画を描いた作者の他の作品をできるだけ欲しい、と光彩道に注文を入れる。 高裁同社長の中久保誠一と支配人の山岸、高地は、寺村が褒めるなら、絵の作者、古田良子の価値は、今後上がり、商売になると踏み、古田良子をさえにかかる。古田良子は、画の団体に所属したことも、展覧会に作品を出展したこともなかった。栗山幸三という画家に教わったことがあると聞いた。山岸は、栗山のアパートを訪問するが、 栗山の絵は、古田良子の画と、全く異なる、古臭い作風のものであった。古田良子は画壇に現れた突然ヘミーの、天才なのか古田良子の作品展を見た草村芸道の支配人、小池直吉は、天才画家のルーツを探るべく、古田良子の故郷、福島県へと向かう。東京、銀座は、日本有数の画廊集積地帯となっている、 松本成長シリーズ、天才画の女。1980年4月5日から4月19日まで NHK の土曜ドラマ枠にて3回にわたり放映。原作と異なり殺人事件を発端としている。ありがとうございます。